田口優里さんはですね、平成初期の頃ですね、あのほらザードとかあの辺の流行った頃にね、あ、そうですね、そう、あのうちの方にいらしていただいて、はい、あのちょっとザードみたいなやりたいって言ってたんだけど、うん、やっぱりみんながアイドルやった方がいいんじゃないかってことで、なぜかしばらくあの休止をしていたんですけど、めでたくあの男の子ですか、はい、そうです、あ、男の子を出産しましたですね、はい、あの今日は期待値だということで皆さんで、はい、ちょっとこの曲のおめでとうということで、おめでとうございました。それでまだ知らない方もいらっしゃるんで、はい、アイドル時代の何か一曲何かしましょうかね。いや、これがあるならやっぱりカモーンっていうあれですよねカモーンって言ったらカモーンってコール&レスポンスそうです、ね、やり取り、はい、もうあの聞けばあの大体どのタイミングか分かりますんで、うん、どうぞ、カモン返しお願いします、はい、それでは、連帯の唯一のアイドル、田口優里で、はい、あ、そうだ、カモン、ごめんなさい、バックボーンとかいなきゃしょうがないですすみませんね、君の存在忘れます。じゃあそれでは田口優里で、抱きしめられたい。少しお休みしていましたが、帰ってまいりました。復活宣言ということで、はい、
ですね、あのこのサイリウムを押していただきとても気分よく歌えたんですけどありがとうございます。今回ね、このステージに立つにあたってスタッフの方だったり先輩アーティストの方々だったり、あのすごいあのサポートをしていただき、あのこのステージに立つことがまたできました。本当にありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。まだまだあの走り抜けたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。はい、次の曲は、NHKBS の街道テクテク旅という旅番組がありまして、そちらの、ダイジェスト版っていうのがあって、そちらもなんだっけ、あエンディングだエンディングテーマを歌いたいなと思います。歌詞の内容もね、あの旅とリンクしていて、あの人生の旅のような内容になっています。私もずっとずっとあの大切に歌い続けてる曲でもあります。それでは聴いてください。 My Sweet Lord。 ゆいちゃん、ゆいちゃん、周りの景色に